吉田さんこんにちは。すごくいい講義だったかなと思います。あれはね、動画のやり取りではなくてもうすでに講義のレベルだと思いますよね。億万長者合宿というこのシリーズも700話をもうすでにね佳境を迎えて800話に手が届こうとしてますよね。たった800話しかまだやってないですね。1万話がまだスタートラインですから、まだまだというところでございますけども、まあ、多くの方のね注目を浴びて、そして多くの方の心に残すものがあったのが、まあ、吉谷節と言われるゆえんではないかなと思いますよね。はい、今回の動画の中で語られてたのは一人を大切にするってことでした。ついついインターネットを使って何かをやってると一人を大切にできなくなってくるんですよ。一人を大切にするっていうとどういうことかっていうとね、具体的には、まあ、先ほどの一つの例で、ありましたけども、個別動画を撮るってことですよね。ある一人の人にどんな個別動画を撮ったらこの人は感動して喜んでくれるかなってことをきちんとその人の立場になって考えて演出して、やっているかどうかってことが非常に大事になってきます。一人の人の満足度を高められないのに、それが100人になっても1万人になっても満足度は変えられないです。なぜなら1対多数であっても受け取る方は1対1で常に見るからなんですよ。私久保哲郎の動画を100人見ようが1万人見ようが、個性と人生の違う一人一人が集まって100人できているってこと、1万人できているってことは全く変わらないんですよね。まあ、ですので今回私のところにね、インドネシアから速稼塾の紹介をちょろっとねさせていただいたら、109名の方からお問い合わせいただきましたけども、この109名の方に一人一人に私はメッセージをお送りしました。これすでにできないと思います。一人一人するためにはまあね3日ぐらいかかるかなと思ったんですけども、本気でやったら1日半ぐらいで終わったんですけどもね。その代わり他のことが何もできませんでした。でもそのぐらい自分の人生を一人一人の方に捧げるってことができれば、高い確率でね、関係は築けると思うんですよ。で電話もさせていただきました、何名かの方ね。メールだけではなくて、動画を送るだけではなくて電話もさせていただきました。多くの方の不安に寄り添って、多くの方に、時にはね厳しい叱咤激励も私言わせていただきました。申し訳ないんですけども、そういうふうなこうケツを叩くっていうんですかね、そういう役割も信頼してくださった方に対してはあると思うんですよね。そしてこの個別動画っていうものを作ることが使うことが一人一人を大切にするっていうレベルでもあるんですけども、私はそれを超えてですね、一人の人にでも会いに行くっていうところにも挑戦していってるわけなんですよ。47都道府県オフ会っていう名目でやりましたけども、一人の人のところにも行くという覚悟でそれはやってるわけなんですよ。究極行ったけど誰もいないっていうこともね考えられたんですけども、まあ誰もいないってことはなかったですね。今のところどこに行っても少なくとも数名の方ね、一番少ないところではね、一人っていうのはありましたよね。一人しかいなかった本当に。でも一人から始めた山口県でも結局は10人レベルまで何回か行く中でなりましたんでね。でグループもできてとかねなりますんで、一人からどう育てていくかっていうのはその一人に対して何をしたかによって2人目の獲得があって、3人目5人目10人目となるんですよ。一人しかいないところに粗末になって2人目になる人っていないですからね。でそういう意味でも一人一人に何をしていくかってことが大事、まさに一人のリーダーになるってことが大事かなと私は非常に思いますよね。でこの動画のまとめではないんですけども、考え方としては、リアルの世界でフラストレーションが解消できない人っていうのが結局ネットの世界に流れてくるっていう現象はあります。リアルな世界で十分もう満足だよって方はわざわざネットの世界に来て嫌な目に遭う可能性をね求めてこないわけですよ。そう考えたらネットの世界で私たちが関わるってことは何がしかの解決したい問題があるはずなんですよ。リアルに対する不満もあるはずなんですよ。だからその辺もきちんと汲み取ってですね、聞き取ってその方に適したメッセージを我が身に置き換えてやっていくってことの繰り返しでアクセスっていうのはできるんではないかなと思いますよね。広告で一気に集めたアクセスっていうのは瞬間的にはすごいパワーになるんですけども、長期的には全く意味がないのと、自分と強く結びつく方っていうのはできにくいっていうことはあるんではないかなと思いますよね。まあ、ですので私もこれからもね、大したテクニックもノウハウも使わずに、時代の流れも読まずにね、自分の等身大のストレートのメッセージをお伝えしていくっていう方法をこれからもやっていこうと思います。まあ、それ以外私のやりたいことってのはないんですよね。ただ何かね、人の気持ちを動かしてトリックのように売り上げを作ってやろうみたいなね、そんなビジネスマン精神はないってことですよね。自分の実力通りに、自分の力量にね応じた毎日があればいいかなと思いますんで、私がいつか一気に信頼を失って、何をやっても反応がないってことになったら、それが私の力量なんで、それを受け入れながらその時もね生きていけばいいのかなと思ってしまいますよね。はい、最後はちょっとね、取り留めもない話になってしまいましたけども、
吉谷さんの伝え方9割、どのように9割伝えていくか、一人に対してメッセージを送る、大切にする、いろんな思いが込められてたのを全て共感しております。それでは失礼します。